ちょっと待ってー、ちょっと待ってー。いやー、なんかこの画面からスタートしたらちょうどいいなーって思ったやさ、この画面にしてみたいんやけど、これ見てよ、えらい変わりようだよ。いやー、前のお母さんがここに佇んどる姿も異変があるんやなーって思ったけど、めっちゃ異変してるやん。お母さん顔、体中えらいことになってますぜ。何やったんですか。そんで、よう見たら、その右側に女の子の方もおるんやけど。いや、これが本当にあの女の子、節子ちゃんなんだかわからんけどさ。やばいで。異変でやばいで。サイレントヒルの化け物みたいになってるで。というわけで、いやー、切なケースだよ。なんかちょっとね、いきなりこんなんぶつけてこられたもん。そりゃあ、こうなる。異変やっていきたいと思います。どんな感じで異変したかっていうのはもう今ので分かってしまった感がありますけどね。第2章、エピソード2、異変。安定のこのボイスですよ。なんかここ、いつもの帰り道じゃないぞ。なんか路地裏っつうか地下つーか、何してんの節子ちゃん。そんなところで帰っちゃダメだよ。悪いおっちゃんたちに絡まれちゃうよ。しかも何の声。あ、これお父さんか。お父さんなんだろうな。お父さんじゃなかったらちょっとまずいからね。これお父さんじゃなかったらまずいからね。相当まずいからね。お父さんも気狂ったみたいになって、なんか親戚に預けられましたみたいな感じになったらまずいからね。そんなわけないけど。お母さん、すぐに帰ってくるさ。それに、つぐみを置いて、つぐみだった。つぐみだった。勝手にせつこって名前付けたけど、つぐみだった。勝手に付けたけど、つぐみだったで。設定あるんだったらさ、最初から私の名前はつぐみ的な紹介してくれん。せん方が雰囲気出るんかな。つぐみを置いてお母さんが出ていくわけないよ的なこと言おったな。オッケー。つぐみちゃんね。そうか、お父さん仕事あるから、お母さんが帰ってくるまでの辛抱だからな。お父さん意外と喋るの早いんすね。だから元気出せ。あ、なんだ、いいお父さんで。夫婦喧嘩とかしなさそう。ただ、進級しなさそう。降ってきたな。よーし、家までお父さんと競争だ。お父さんだけ、お父さん一人でなんか行きがっとう気がするんやけど、これ。よーい、どーん。ほらつぐみちゃん何してんのって。あ、いやいや、なんだなんだ、ずるいよお父さんって。なんだなんだ、びっくりした。そんなんやる年じゃないよって感じ。あ、後ろおる、後ろおった、後ろおった。お母さんらしき人がもう後ろおった。お母さん言ってあげて、家族円満を邪魔してはいけない感じでおるんかもしれんけどさ、あんたも家族だからな。バケモンになっても家族だからな。で、次の日、お母さんのこと、あ、いや、もう読む前に消える、やめて、読めんかった。すぐにおまわりさんが見つけてくれるのからな。やっぱさすがに依頼届は出したやな。捜索願いか。お父さん、明日は仕事でお迎えできないけど、つぐみは一人で大丈夫だよな。バイリーグッド、ベリーグッドってわけじゃないんやけど、あれ、ちょうどいいですね。おまわりさんがいますね。ご苦労様です。はい、ご苦労。ああ、また、おまわりさんのと話するために上向くんやな。敬礼されました。私、そんな偉い立場じゃないのに敬礼されました。なんか、優越感がありますね。優等感っていうかな。まあいいや。この辺は常時巡回していますから、ご安心ください。お嬢ちゃんも何か見つけたら、本館に言うんだよ。
お父さんにも言いなさい。ほーい、元気だね。つくみちゃん、それではよろしくお願いします。ほーい、じゃあね、じじい。おまわりさんがいれば大丈夫だよ。ということで、お父さんの料理、お母さんの倍美味しいね。そうか、嬉しいぞ。お父さんの方がうまいとは、なんて屈辱だ。世界に出てきたんかな。てか、お母さんともう一人車の中に変なおったけど大丈夫か。あれ誰だ、隠し子。あ、なんか服装にパターンあるな。この服前にも着とったな、水色の。お母さん、いつ帰ってくるかな。なんかこの水色の服覚えたな。なんかつぐみちゃんに会ってない気がしてさ。つぐみがいい子にしてたら帰ってくるのかな。あんな変な返事してダメなのかな。ほーいとか言ってダメなのかな。だからかな。あ、なんだ、姉だな。明日からは天気予報ちゃんと見よう。あら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 、なんかおる、なんかおる、なんかやばそうなんおるんすけど。ちょっと待って、傘のチョイスやめて、傘のチョイスやめて、ちょっと怖いよ。ホラーゲームだぜ、もう傘のチョイスやめて。俺赤好きやけど、このタイミングの赤は嫌やな。スルーかよ。あー、なんかおるで、なんかいますで、変なんが。何やね。パトカーの中に子供が勝手に入り込んどるんやけど、大丈夫か。なんか向こう側の人が気になるんやけど、なんかあるん、あれ怖いわ。怖いわ。あれ、なんでだろう。おまわりさんです。そしてまだおまわりさんがいます。おまわりさんがいっぱい。そうなんじゃ、泥棒かな。なんかが起きたんだ、なんかが起きたんすわ。これ昨日のやつやん。殺人事件でもあったかのように。コナンを呼んでこようか。おまわりさんがいっぱいいてちょっと安心。もしかしてこのつぐみちゃんってコナンと同級生とかそういうんじゃないだろうな。いつもいてくれればいいのに。いや、いつもおったらさ、ダメじゃん、犯罪起きまくってんじゃん。もえさんはそういう犯罪があった時にだけ出場するぐらいの方が平和なんだよ。あかんよ、その傘。その傘あかんよ。もうちょい綺麗な色に選びなさい。青とかいいっすよって、おい、おまわりさん出てきたんですけど。なんか怖いな、このおまわりさん。なんかゾンビ化したら真っ先に襲いかかってきそうな気がして怖いんですけど。という問題でもないけど、セーブしまーす。これまさ、あー、ちょっと待って、本当にゾンビみたいになってんですけど、ちょっとやめてください。追いかけてこないでください。もしかして前のパートのお母さんやで、こういう感じで化け物みたいになったんかな。なんかこんなんどっかで見たことある。まあいいや、次これ誘引って読むんかな。すっげえ気になる。というわけで今回もこの区切りでお会いとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。See you again.